おはようございます。なそびチャンネルのコーチです。今日もねマイフィールドの方で朝を迎えました。ちょっと今からねまた、ギアの方出していって、今日はねコーヒー入れていこうと思います。よいしょっと。それではねちょっと用意の方していきますね。ゴールデンウィークもなんか天気悪いみたいですね。僕はゴールデンウィーク自体ちょっと仕事も入っててなかなか行けないんです。キャンプには行けないんですけど、まあ自分ところのねフィールドがあるんでキャンプに行くことはまずないんですけど、で今日はまた薪グリルソロの方でやっていこうと思うんですけど、今日はねちょっとこのように薪グリルソロにぴったり合うように長さ切った薪の方をちょっと多く用意しましたんで、こちらの方でやっていこうと思います。でなかなかこのサイズの薪って作るのめんどくさいですよね。まあ僕はね自分で薪できて切ってきて全部薪にするんで苦にはならないんですけど、でこちらが前回動画で説明させてもらったハイマウントさんのカバンになります。コーヒー全部ねこのようにこちらの運用方法では全部入るんで、かなり活躍してくれてます。でこのようにねこれ、まあ、僕がお世話になってるアウトドアライフショップピーロさんの方で売っている木豆っていうんですか、豆ですね、いろんな種類が扱ってくれてるんで、これ、まあ、今日はいらないんですけど、もう今日いったやつ使うんで、こう いる楽しみもあるんでね、これを必ず入れてます。それではまず火の方をつけていこうと思います。今日はね、どのつけ方をしようかなと思ってるんですけど、やっぱりね一番手っ取り早いのが毎回出てきますよね、ファイヤーライター。これでいきましょうか。これが一番手っ取り早いですからね。こんな便利なもんが出てるんですよね。でねこれこれは多分まだ動画で上げたことないと思うんですけど、これもプラズマライターです。見えるかな、ちょっとピントが合えへんかな。これもこのようにねこのように光ってるんで、これプラズマライターですね。これでも着火はできるんですけどね。これも動画で上げさせてもらっているオレゴニアキャンパーさんのこういったギアボックスっていうんですか、僕はまあ主にこういう風に調理用と照明でペグ入れたりとか、あとはこっちにこのようによいしょランタンスタンド、モーラちゃんはハスターやったかなのナイフで、これもねこれも前ピーロさんで購入の方させてもらった、よいしょ、
これもプラズマライターですね。このような、でこれはキャップを閉めて逆に回すと LED ライトになります。ちょっとね、今日は風がきついんでね、一回ね、昨日の晩にテント飛ばされたんですよ、強風で。まあ強風というか突風ですよね。ある一時期の時間帯だけちょっとかなりね風がきつくて、これも以前便利グッズで紹介してると思うんですけど、ノズルですね。これはイーグルプロダクツのケトル、こちらのケトルの方にこのように刺すとコーヒーが注げるような注ぎ口になるんで、かなり便利です。ただこのまま火にかけることはできないので、まあ、外して後でつけてくださいね。よいしょ。あとこのライトがルーメなんですか。僕これ知らないんですけど、これはピーロさんの1周年の抽選の時に、当たっていただいた商品です。これ専用ケースが付いてるんでいいですよね。このようなカーボン調のボックスになってます。あとはまあこっちにね、着火の皮膚希望とか、これほぐち入れてるんですよ。で火打ち石、これまだご紹介してないと思うんですけど、これ優子さんの、防水マッチっていうんですかね、あの着火剤ついたマッチな、まあ同じようなマッチなんですけど、このように5分ぐらいかな、8分ぐらい燃えるんですけど、これちょっと使い勝手悪いんでね、あんまり使わないんですよ。まあ、ただ防水マッチということで、緊急時の時用に一応いつも持ち歩いてます。これをだいたい持ち歩いてますね。火打ち石とファイヤースターターが入ってるボックスです。お、鳥が来ました。ナルゲン酸の、コーヒー豆入れる、まあこれナルゲン酸の多分ボトルやと思うんですけど、キャニスター 150g、コーヒービーンズ、まあ、こちらではちょっと可愛いんでこれを愛用してます。
このようにマーク入ってるんでね。で、僕これ基本的には、スノーピークさんのチタンのダブルマグの220ですねを使ってます。もうハゲてね、何が何か分からなくなってきてるんですけど、ちょっとね、昨日の風向きでテント張ってるんで、結構風が変わって、今テントの中に煙がね、入ってくるような風向きになってるんで、ちょっと煙たいですね。このね、薪ストーブソロ、まあレギュラータイプも一応ファミリーキャンプ用で持ってるんですけど、ソロに持っていくにはね、かなり重たいんであれば、まあこの他にもね、焚き火台持ってるんですけど、まあこれが一番僕的には使い勝手はいいかなと思って、今ちょっと一番愛用しているギアになるんですけど、まあね、ちょっとね、焚き火台はほんまもうちょっとコンパクトになって軽いやつが欲しいんですけど、ちょっとね、今それもいろいろ探してるんですけど、なかなか自分が思うような焚き火台が見つからないんで、でね、コーヒーは僕いつもエアロプレス GO の方で入れるんですけど、まあ今日もちょっと手間なんで、普通のユニフレームさんのバネフィルターっていうんですか、こちらの商品を使っていこうと思います。
今僕ちょっと素手でやってますけど、必ず、巻き割りの時は手袋してくださいね。ね、この長さにするとその巻きグリルソロにはちょうど入るんでね。
僕はね結構比較的火の調整がしやすいように、薪の方を結構細かく砕きますね。ごっついの入れてゴーゴー燃やすこともあるんですけど、基本的にまあこうなんていうんですかね、焚き火楽しみたい時はもうちっちゃい木を、まあブッシュクラフトとかでもほぼ大きい薪を入れることはなく、枝みたいなのをちょろ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 入れてね、その時に応じて薪の太さ変えて遊んでますね。ただここまでするのね結構手間かかるんですけどね。キャンプ場で売ってる薪をこの長さ、この1センチ角ぐらいかな、これにするにはかなりその手間かかってね、キャンプ場ではなかなか1泊2日とかではそこまでしてる暇がないとは思うんで、こういったの皆さん欲しいですか？ここまで小さいのは必要ないですよね。まあ、ただ僕はねこの薪グリルソロを使ってるユーザーさんやったらこのサイズ欲しいんじゃないかなと思って、ちょっと一回ね試作してみたんですけど。